海と日本プロジェクト in 三重県推進サポーターの宮本あずさです。10月10日のトトの日から10月16日の世界食料デーの期間は海のごちそうウィークなんです。海のごちそうを食べることを通じて海のことを知って考える1週間。テーマは知ろう食べよう海の幸。とある研究によると、海の温暖化や酸性化などの影響によって2050年にはマグロやエビなどが食べられなくなる可能性があるということなんです。実は三重県でも伊勢湾で獲れるコウナゴは6年連続で禁漁となっているそうなんです。魚好きの私としては、魚が食べられなくなってしまうのはすごく悲しいです。海のごちそうウィークでは、ぜひ三重の美味しい魚を食べながら海について考えてほしいと思います。四日市市の諏訪栄町にやってきました。ここにある下町酒場喜楽さんで、私たちと一緒に三重の海の幸を味わえるコラボメニューを開発していただけるということで、早速行ってみたいと思います。海のごちそうウィークに合わせて、私たち海と日本プロジェクト in 三重県とコラボして作ってくださったメニューがこちらですか。はい、伊勢マダイのですね、はい、青さしゃぶしゃぶになります。三重のプライドフィッシュの一つである伊勢マダイ、はい、伊勢マダイ。今三重県で行くと、まあ、伊勢マグロと伊勢マダイがフォーカスされてまして、その中でまあしゃぶしゃぶに合うのは、タイの方が合うと思いましたので伊勢マダイを使用しました。早速マダイいただきたいなと思うんですが、どうやって食べたらいいですか。まずこの刺身の方をですね、こちらでしゃぶしゃぶしていただいて、だしと一緒に食べてみてください。はい、いいですか。おいしそう。うん、身がプリプリしてますね。アボサと一緒に食べると美味しいですね。続いての食べ方はですね、はい、こちらの方に、はい、おろしと、こちらにですね、柚子胡椒がありまして、はい、このポン、ここのポン酢にですね、こちら入れていただいてですね、はい、こちらにネギが入ってますんで、そこを巻いていただいて一緒に食べていただいて、はい、でネギをそこで巻いていただいて、でそのままタレをつけていただいて、はい、一緒に食べちゃってください。はい、いただきます。美味しいですね。美味しいですか。柚子胡椒、柚子胡椒結構香りが、そのプリプリ加減とネギのシャキシャキの食感、すごく美味しいです。三重の幸がギュッと詰まってる感じで、とても美味しかったです。ありがとうございます。堀田さん、このメニューはいつから提供開始でしょうか。10月のですね、15からスタート予定になってますね。ありがとうございます。ぜひご来店いただき、美味しい三重の幸を味わっていただければと思います。今回はありがとうございました。ありがとうございました。海と日本、チャンネル登録よろしくお願いします。